東大記は日本の作家南城のりおによる剣闘師の不死の悲劇を描いた短編時代小説。1956年にオール読み物5月号に連載され、同年の第35回直木賞を受賞した。当時作者は友人の勧めで書き始めた数作の小説が雑誌の検証に当選していたので、編集者から作品を書くよう頼まれていた。 しかし経済学者としての著書も同時に執筆していたのでなかなか小説を書く時間が取れなかった。ようやく日本金融資本論を脱行して時間ができたため作者が学生時代に読んだという平安より宝物集に出てくる東大器の説話を題材にして本作を書き上げた。また主人公の東大器とその息子の筆最初が実在の剣闘士の小野岩根。 尾道丸不死に置き換えられている。発表の同年、吉川英治やおさらぎ次郎らに作家としての確実な姿勢を評価され、直木賞を受賞した。これ以降、執筆依頼は大量に増えて、作家としての生活が忙しくなったため、小説を精力的に発表するきっかけともなった。後に導入部や作品内の緊張感とともに、 残酷物語を芸術表現にまで純化したと、荒正とに評価された。また以降の作者のトレードマーク、残酷時代小説の走りとも取れるが、本作ではむしろ主人公の破滅的性格と不死の情愛を描きたかったとも考えられる。時は、当の大蔵のお世である大歴14年3月、長安の法来グルにおいて一つの事件が起きていた。日本の剣闘使小野岩根が、 この園石において、日本の石字が、白木より下に置かれるとは、承服しがたいとは、決めも振らず、叫んでいたのだ。この言葉に、白木の死者は大いに反発した。面倒と見た、東側は、日本の施設の越見を早め、すぐに、都から去るようにしてしまう。出発を間近に控えた岩根は、公開遠征とともに、長安の場外を馬で散策していると、 二人の後を先ほどからつけてきた謎の男たちに襲われる。岩根は遠征を逃し、一人でその集団に立ち向かった。彼らの言葉から、白木の人間ということが分かったが、岩根は馬から突き落とされ、連れ去られそうになる。だが彼は遠征が助けを連れて戻ってきたことに感づいた、傍観たちにより傍らの溝に投げ捨てられ、男たちもそのまま逃亡してしまった。 岩根はやがて気を失う。剣闘士の帰国後、岩根はその帰路で海難事故のため死亡したと伝えられた。そして3年後、嘆き悲しむ妻の絹子のもとに帰国した遠征が訪れ、実は岩根は長安で行方不明となっており、彼の名誉のために推ししたことになっていたと告げる。横で聞いていた9歳の息子の道マロは、ならば自分が大きくなったら剣闘士となって、 父を塔へ探しに行くと幼いながらも母に毅然と申し出た。そして二十数年後の延暦二十三年七月、藤原くずのマロを大使として出発する、検討士船第二船の中に道マロと遠征の姿があった。長安についた二人はあらゆる手を使って、岩根の行方を探したが、その手がかりは全くつかめず、やがて帰国の頃となった。遠征は、 幼州から帰る福祉の一行に加わって、そこで探してみてはどうかと提案する。だが幼州においても、同じく少しの手がかりも得られなかった。ついに帰国の時となり、幼州節度市、陳大勤とは、検討し一行に別れの縁を催した。節度市は芸人一団を会場に呼び寄せ、一行にも何か余興を求める。若い道マロが、その最初となり、彼は、 母が旅立ちの際に送ってくれた歌を切々と歌った。その時に道マロは部屋の隅に置かれた大きな三つの食材のうち一つがわずかに動いたことに気づいた。その後奇妙なことに一人の役人がその食材を無知で調着し始めたのであっけに取られていると横にいた節度師の書記があれは東大機という人間の食材で体を動かしたために 無知で撃たれているのです、と教えられた。無知の罰を与えられていた、東大器は60歳ほどの老いた男だった。その男は自分に近づいた道マロの顔を眺めると、突如規制を発し、自らの唇を食い破ると、下り落ちる血を足の指でなぞり、岩根の二文字を書いた。この東大器が岩根だと知った二人は、適当な口実を作りその身を譲り受け、彼を、 持ち水扱いにして帰国船に乗り込ませた。あの日、白木人たちに襲われ倒れていた岩根は、偶然通りかかった、造儀士に拾われた。そして声と十種を奪われ、とうとう十一年前に、東大機へとその体を変えられ、売り払われた。人には屈しえぬ性格の岩根であったが、何もかもが無駄だと悟ったは、ただひたすら感情をなくすことに努めた。それでもよごとに、 故郷の妻子が心に浮かび上がる。ある夜、主人の元で開かれた縁でその懐かしき祖国の歌が聞こえてきた。この客は日本の剣闘師なのだ。助かる機会は今夜の他はないと思わず体を動かした。だが、鬼となったこの醜い姿をどうして故郷の人に見せられようと残った最後の自尊心が彼を押さえつけた。 しかし彼の前に立った人物に妻の面影をはっきりと感じ自分の息子だと確信した岩根は全身に残っているあらゆる力を注いで足元の床に自分の名前を記したのだ。船内でかろうじて筆を使えるようになった父からすべての物語を聞いた道丸は張り裂けんばかりに泣いたが反対に少しずつ穏やかさを取り戻していった岩根は ついには笑みを浮かべ、よくぞ母に似たると何度も書き記した。八日目の明け方、道マはただならぬ気配で目を覚ました。騒然とする岩盤に出て船員に話を聞くと、持ち水が今しが高い中へ身を投じたという。反響欄となった道マに、船の下方から戻ってきた遠征は、岩名が書いたであろうしが記された一枚の紙を示した。 岩根様のお心にしてみれば、仕方のなかったことかもしれませんと呟いた遠征に、道マロは泣きながら、小さくうなずいた。餅水が死んだので海が荒れるぞと船員たちの騒ぐ、声がまるで耳に入らぬかのように、二人は波が高くうねり始めた海面をひたすらに眺めていた。東大気公文社時代小説文庫、1991年。 ISBN4 から334713823。作者による後書き、及び縄田和夫による解説、大友小丸の、長安での赤字争いの故事を引く。その一段の描写には、異国人の芸人の他に、片手片足の舞姫、数人が盲目であったために、それに合わせて、後の二人も目をつぶされた三つこの姉妹の学士、そして箱に入れられながら育てられ、 成長しても長方形の肉体のままの箱羊などが登場する。秋葉木をつまどい牛かこそ一人子に旅人の宿りせむのに双甲ラバの二種が歌われる。共に万葉集の中の剣刀師として旅立つ息子に母が送った歌である。頭頂20本のろうそくが置かれ、顔は鬼のように、体はきっかいない色に絵の具や入れ墨で彩られ、手足を 鉄の柱に鎖で縛られたまま、頭も鉄のタガで固定され下帯一つで立っている、といった内容の描写がされている。ありがとうございます。